じゃ、こんにちは。あ、今日もオレンジということは、じゃん、調子悪いんだよそうですよね、とうとうあのヤクルトもね、いや、まあ、今の現時点ではな、そうですね、これが流れる時にはトップいってるかもか、それはないかちょっとトップと阪神との差がちょっと開きすぎてるんで、なんとかね、ここからね、オレンジカラーで、ビタミンカラーなので、オレンジはマークまで入ってんだけどね。そうなんです、帰ったらここにジャイアンツのマークがついてたんですか。ついてない、ないかコピーされてるんですか。そうそんなことはないですけど、はい、もう年々、うん、いや、その昔を否定するわけじゃないんですけど、うん、年々イケメン選手が野球界にも増えてきてますよね、うん、それは否定してんな。してない。お前なんていうこと言うの。してない。いや、豊さんの時だと、はい、まあ、例えば もちろん豊さんもキャーキャーだったでしょうし。何お前目向いて言ってる。それはね、俺らの時はやっぱ真由美さんかっこよかったな。あ、今でもかっこいいですね。今でもかっこいい。ひげで蓄えてな。はい。あ、やっぱり真由美さんとかかっこいい。まあ吉彦さんとかもさ、はい、なんかプレイボーイ系のさ、はい、まあ、かっこよさあったよね。あと原さんも人気でした。あ、原も人気あったよね。あと貞岡さん、あ、要はいるじゃない。あら、なんだお前いますけど、昔はパンチママとかやってたからダメなんだよそうですよね、うん、あの原監督でも最初の頃パンチパーマ当てたと思うよ。本当ですか。多分ちょっとの期間あったと思う。あ、でもやめたんですね、そこまで。俺はパンチパーマで行かなかったけど、あのおしゃれパーマって、ね、おっしゃってました、ね、ウェーブパーマ、ウェーブパーマ、まあ、昭和のかっこよさがあるじゃないですか、うん、で今だとやっぱり平成とかのかっこよさが出てきたので、じゃあ、はい、女性目線で見て、うん、このイケメンメンバーが揃った試合だったらもう5万円でも10万円でも払っても見に行きたいなというオーダーを考えてきました。私は10万は払わんだろ。10万は払う。そうだ、テレビでいいと思うだ10万はテレビ、嘘つくんだお前でも実際に見たいなっていう、ちょっと球場まで行って、まあ俺はイケメンっていうよりもプロらしいその選手を見たいよね。あ、味のある、あ、なるほど、なるほどなっていう、いわゆるこのなんて渋さというか、やろうというか、まあ渋さというよりもこの一球に対してのこの意味が、意味の込め方とかさ、はい、まあそういうので見たいよね。私はもう三振してもみんなキャーみたいな女性が、もう負けたっていいんだ、負けたっていいんです、惨敗したっていいという、チームを作ってきました。おう、はい、言ってみもう言うんですか。いや、ピッチャー誰だよ。じゃあピッチャーは、ま、現役で言うね。あ、ちょっと待てよ。あ、出てください、お前あの引退選手だったら浅尾だろ、はい、そうです、あの中継ぎ、あの現役か、現役です、先発ですよね、まず現役だろ、はい、現役、はい、現役、現役でかっこいい先発ピッチャー、はい、キャーキャー言われて、はい、誰だ。ソフトバンクのバン投手。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、まあ確かにかっこいいと思うよ。かっこいいですよね。かっこ悪くはない。ちょっと、もうかっこいいしかないですよ。ああ、そう。私はもう浅尾投手の次に久々に出てきたイケメンだなって思ってるぐらいなので、まあ、まずもう他に候補になったやつは誰？あ、ちょっと頭にこう浮かんだの。他は、まあ、もちろんメジャーにいますけれども、ダルビッシュ投手。うん、であったりとか、でも引退した選手も多いんですね。大谷入んないの？いや、もう大谷選手はどっちで入れようかなと迷ったんですよ。何のどっちで？外野で入れるべきなのか、あ、そういうことか、はい、野手で入れるか、野手で入れるか、そうなんです、そうなんです。あと例えば、ヤクルト時代にいた五十嵐投手とか、まあ引退した選手でしょ。そうなんですけど、ね、うん、じゃあ現役ではバンド。いや、もうダントツです、うん、他見当たらないぐらいですね。なるほどな、はい、はい、で、キャッチャー、キャッチャーが当てたのか当ててください。小林好きでしょ。正解小林はかっこいいと思うよ。他は、まあ、マスクなんか透明にしちゃえるよな。いや、そうです、いや、本当にいやいや、顔隠れちゃうじゃん。マスクなしでもいい、死ぬぞ死ぬ死ぬ。あ、でもあの顔面は守っていただきたいんで、やっぱ透明の、透明のな、できないですかね、透明のマスクっていうのは。じゃあ俺がここの社長に言っとくわ。あ、マスクまで作るマスク、ま、ここね、AK レシングって書いてる。あ、かっこいい。で、小林選手のみのマスクですよね。そうだよ、もちろんだよ。もう見ますね、なあ、ずっと顔ばっこ見てますよ。そうです、そうです、報酬です。バンド小林のバッテリー
どうですこれ。いや、かっこいいとは思うよ。かっこいいですよね、うん、ファースト、ファーストはこれ私誰にしたんだろう。ファーストはですね、いないだろう。いや、います、います。あ、まず外野からでもいいですか。なんだお前その飛ばしよう。まあいいよ、外野からで。外野はこれ肉体三兄弟、まあ、柳田選手はいますよね、うん、いいよね。で、いや、もう肉体三兄弟といえば糸井選手。お前イケメンっつったよね。いや、イケメンと肉体は一体です。あ、そうなの。はい、もう見たことあるの糸井の。ないです。あ、肉体ですか。わかんの。いやいや、わかりますよ。あのユニフォームの上からバランスのいい体をしてるよね。はい。もう一人、もう一人はね、本当新庄さんをやっぱ入れたいんですよね。引退してるんだ。引退してるんですよ。お前なんか話がバラッバラになってるの。なのでそこは栗山選手です。ああ、栗山は男前だわ。プリンス、あ、かっこいいですよ。でも俺糸井が納得いかないな。ちょっとまあいいんだけど。いや、男前っていうのがあるからさ。まああとは例えば藤原選手、ロッテの。あ、いいね。ロッテの藤原選手、正冠だよな。正冠ですよね。いい。だ、栗山選手と藤原選手いたらすごいこう、なんですか、ちょっとね、爽やか系のプリンス系、まあ、でそこに挟まれる柳田選手みたいな。お前、あの母の日の糸井のヒーローインタビュー知ってるわ。何ですか。母の日ですがって、そうですね、ピンクをいっぱい集めたいとか言って。わけわかんない。ちょっとわかんない。どういうことですか。いや、だからいいのかって。じゃあ藤原選手に変えますね、はいはい。で、まあ、ショートはもう、はい、坂本は、そうですね、坂本おじさんが隣にいるのに坂本選手、はい、でセカンドが、はい、私ね、ここあの川崎選手を入れちゃったんですよ。引退してるの。そう、引退してるんですよ。そもそも川崎はお前ショートだから。だからそこをね、コンバートなんかできないよ。ダメです。顔歪むぞ。じゃあ鳥谷選手をコンバートで。鳥谷もショートじゃないか。だからいないんですよ、セカンド。います、セカンド、はい、山田哲人なんて男前の部類だと思う。いや、ちょっと違いますね。よくぶっこんだな。ちょっと待って、大丈夫かお前。いやいや、私の中のなので、だったら私はじゃあ吉川選手、まあまあまあ、巨人の誰、吉川選手。もう何、お前大丈夫かお前。え、女性目線と男性目線は違うよな。あれ、伊坂さんだったらセカンド誰を決める。いや、哲人行くよ。さあ、やっぱり男前だと思う。あ、どこら辺がですか。いや、バランスが取れてるでしょ。身長、いやいや、そういうバランスじゃない、顔の配置だよ。パーツも、パーツ、そこで見るんですね。いや、そうは当たり前だよ。あ、気づかなかったです。でも吉川選手の方がなんかちょっと可愛らしくて、ちょっと年上女子からは、あ、可愛いみたいな感じで。そうか、はい、ちょっとじゃないだろ、だいぶ年上でしょ。ほんまに何さばやくんでしょ。私はだいぶ年上ですけど、ちょっと年上の人たちからもこう重宝されて。それでお前5万出せないよお前、一試合に出せないですか。出せない、出せない。んでサードは堂林選手、広島の。え、堂林だったら林の方が可愛いと思うんだよ。え、堂林選手ですね、絶対。そうか、やっぱプリンスです。だからやっぱ男性目線と女性目線で違うのかもしれないですね。まあそうだね。じゃあピッ、え、抑えはスワレス投手です。なんでそこで外人が来るの。なんでイケメンって。まあまあそりゃそうだけどさ。いや、また、いや、確かにスワレスはかっこいいと思う。かっこいいんですよ。ヤクルトのでしょ。違います、阪神です。あれ兄弟だからね。そうなんですよね、やっぱ。怒るよ、まあ、兄貴は。どっちが兄貴か弟か分かんない。分かんないですけどもね、ダントツ。ではバンド、小林、はいはい、ファースト誰だっけ。お前ファースト言ってないだろ。あ、ファースト言ってないですよね。でファーストがいないんで誰かを持ってこなきゃ。コンバートして、いや、コンバートして持ってくるんだったら誰だよ。コンバートして持ってくる、できそうな人いますかね、ここで。あ、じゃあ若林。お前、じゃあってお前取ってつけたように言うなよ。お前、ファースト若林選手か。石川慎吾選手どうですか。できるかな。まあまあ確かにね、目立たないけどね、うん、顔は整ってる。石川選手ね、結構イケメンランキングの雑誌で選ばれてるんですよ。もうそう、はい、石川選手。石川は大体外野手だからな。でき、内外野できそうですよね。ウイラーでいいんだよね。なんだよ、バカにしてんな。してない、してない。この中にいきなりウイラー選手が入ってくるんですか。可愛いじゃない。お前の言い方したら可愛いじゃない。
まあいい、はい、バンド、小林、はい、でファーストは結局あの石川慎吾選手を持ってきます。石川ね、はい、でサードが堂林、堂林選手、坂本、はい、でショートがあセカンド吉川尚輝選手、うん、リーター、はい、糸井、はい、でもう一人誰だ、柳田選手、栗山か、あ、栗山選手、どうですか、これ結構8000円だな、あ、いい香りがするチームですよ。もう分かんないよ香りが。なんでね、抑えにスアレス投手が出てくるんですよ。これ最強じゃないですか結構今ので。中継ぎだよ。あ、中継ぎか、中継ぎ、いきなりお前バンドお前先発したとしてお前持たないですか、持たないよお前1イニングぐらいしか、能見投手、あ、まあ確かにな、能見投手は左で一番、能見も1イニングしか持たない。ちょっと待って、小刻みにいくんですか。いやだってバンドが先発だったらお前長く投げれないじゃない。あ、そうか、でももう見当たらないですよ。スアレスに2イニングいってもらえますか、3イニングか。まあそれあったら大丈夫。じゃあ兄弟で入れたらスアレス兄弟喧嘩になるから、ヤクルトヤクルト、阪神ね、兄弟喧嘩に、そうそうそう、どうですかこれ。じゃあちょっとバット並べてみましたけど、まあ男前っちゃ男前だけどな、はい、俺はあんまり好きじゃないな。へえ、うん、監督誰、監督は誰が、まあ、原さんですよね、うん、まあ無難なとこ行ったな。いや確かに確かに、井口さん、ああ、まあ井口もかっこいいよ。そうですよね、うん、でもやっぱ原かな、まあ、原さん、そうですね、原監督だな、やっぱ顔面偏差値高いので、あ、うん、これどうですかね。いや、いい、いいですか監督はね、はい、で、ヘッドに豊さん、うん、あ、文句なしだなんで俺がヘッドなんですか。監督やらせろよ一応監督経験者で、まあ、確かにな、そうですね、はい、はい。